皆さんこんにちは。宮城県から参りました早坂久美子です。現在36歳です。高校まで宮城で過ごして、大学から北海道に渡ってきました。ちょうど半々の人生です。私ものすごく緊張しいなので、地元の母さんが心配だからとお守りをくれたんです。これがまず手作りのものなんですけれども、スペインタイルで作ったペンダント。そしてもう一つは T シャツを切って編み込んで作ったミニ草履。ボタンみたいで可愛いでしょ。さて今日は9割破壊された街が楽しいと思えるわけという話をしたいと思います。9割が破壊された街、それってどこ？と思われると思うんです。これはちょうど赤く示していますが、宮城県の女川町、今私が住んでいる町です。仙台よりも北にあって石巻の隣にある小さな町です。2011年3月に発生した東日本大震災では、震源地から一番近い町、そして人口の1割が亡くなったり行方不明、そして建物の 89.2%、 およそ9割が破壊された町です。そして現在人口は1万人を超えていたものが7000人を切りました。被災3県の中で何かとワースト1ということが多い町でもあります。今ここで私は被災地と北海道をつなげる活動をやっています。そうすると、ああふるさとだから頑張っているんだねと勘違いされます。私は子どもの頃に1回しか行ったことがない町なので、行った時も未知の世界でした。なぜそこの女川町を選んだのか。それはある言葉との出会いからでした。何もなくなったから何でもできるね。何しようかね。この言葉がとっても魔法のように聞こえたんです。これは地元の小学生から80のおじいちゃんおばあちゃんまでが合言葉のようにして口ずさむ言葉なんです。ここの町は元に戻すんではなくて生まれ変わるんだ。私にはそう見えました。ああ、なんかここの町には何かがある。面白い。入ってみたい。そう思いました。そしてもう一つ、支援をスムーズにするためには間に立つ人間が必要ということを感じたからです。私が被災地に入ったのは悪臭と害虫を駆除するための作業です。女川に入る前日でした。別の町での出来事です。害虫駆除っていうのはとっても需要が高かったので、役所とタッグを組んでやる予定だったんです。それが連絡のミスマッチで何も用意されていない。おまけに職員の方は開き直ってしまう。あまりにも心ない言葉に私は折れそうになりました。でもその時にちょっと思ったんです。あれ、これって私たちだけがこんな対応を受けてるはずないわよね。でもこのまんまじゃ支援がなくなっちゃう。そう思うと同時に何かが欠けてるんだなって引っかかったんです。そして作業している中でなんだろうなって考えている中で気づいたのが、間に立つ人間、宮城と北海道の間に立つ人間がいればちっちゃなことも大きな問題にならなくて済む。支援の輪というのは広がっていくはずだと感じたのです。そこで私が間に立つということで初めてやったのが、北海道で女川の商品を売ることでした。なんでそんないきなりと思うと思うんですが、まずは女川のことを知ってもらいたいなと思ったんです。女川って聞いて今でこそ被災地だってイメージありますけれども、みんな女川、女の川と女川なんですけれども、北海道でほとんどの方が目川って呼ぶんでしょ、または目川って呼ぶんでしょって言うんです。多分きっとこれは女満別町の目というイメージが強いからだと思います。そういう意識を変えたい。そして他の地域よりも北海道は被災地への意識の低下が早かったんですよ。被災者にとって何が一番怖いって言ったら、津波とか地震ももちろん怖いんです。それ以上に怖いのが自分たちの存在を忘れられてしまうということなんです。あなたたちはもういないのよ。あなたたちに会ったことを私たちは何も知らないの。ふんって見られるのが一番怖くて悲しいことなんです。それを防ぐためにどうしようか。だったら人間にとって一番欠かせない食から伝えていこう。その時女川町で復興していたお土産というのはサンマを練り込んで作ったかりんとうでした。とっても斬新です。ですがこれにかけようと思いました。なんでかっていうと震災前女川町は本州でも有数のサンマの水揚げを誇る町だったんですね。だからサンマ。でも最初からうまくいったわけではありません。今でこそ本当に「さあお客さん寄ってってください。女川の梅物持ってきたから食べてってけらい」って大声で言えるんです。多分このホールの奥にいる人にも届くぐらい言えると思うんです。でもそれまで私販売とかやったことないんです。もう震えてダメでした。声が出なくって、どうしよう、マイク持参しようかしら。でもそういう場所に立つことさえも嫌でした。そういう時にせっかく呼んでいたイベントでももう逃げたいな、場違いだからどうしよう、そればっかり考えてた。でもある時こんな対処方法を考えたんです。それは私自分自身の中の頭の中にもう一人の自分を作るっていうことなんです。これは例えば「いや恥ずかしい、どうしようどうしようどうしよう」っていうぐずぐず言う自分。そして「いやせっかくのチャンスなのに何やってんの、恥ずかしいのと売れないのとどうなのよ、お流してもらうチャンスでしょ」という勝ち気な私の戦いなんです。それを頭の中で何度も繰り返すことで穏やかになっていく。結果として女川にとってチャンスなんだから恥ずかしいのは我慢して頑張るって自分で思うんです。こういうことって他の時にも使えて、例えば自分にとって冷静さを失った時、それとはああこうどうしようどうしようって迷った時、そういう時にもう一人の自分っていうのを作って。私はこれまで乗り越えてきました。とっても役立つんです、意外と。そしてその時に自分の立場が何であるか、本当は自分はどうしたいのかっていうことも頭の中で復唱するんです。私の判断基準は女川のためになるかならないかということだから、とっても大胆になる時あるんです。いやいつもの自分だったらできない、ちょっとっていうくらいずうずしくなる私もいます。それで失敗することもあるんです。でも女川のためと軸を決めているので、後から後悔することはないんです。さあ次に行こう、切り替わるんです。間に立って行う、いろいろあります。企業間、例えば北海道の企業と女川の企業をつなげて地場産品を広める、新商品を作る、そして地域の人々同士をつなげる。実は私、早坂久美子という名前、同姓同名の方との出会いで滝川と女川の出会いがつながったんです。それが紙袋ランタンっていうものです。人生の中でなかなかないなと思うことなんですけれども、この紙袋ランタンっていうのは紙袋にいろいろな模様を切り込んで、本場の滝川では真冬に行われます。中に雪を入れてろうそくを灯して楽しむもの。でも女川ってほとんど雪が積もらないんです。だから女川ではどうしようかなって思った時に、木片を重しにしてろうそく代わりにライトを灯して飾ったんです。すると「ああ綺麗だね、私も作ってみたいわ」とちっちゃい子どもたちから80代後半のおばあさんまで、今は夢中になって作家さんとして作っています。そういった交流をつなげるのも間に立ってつなげるということだと思います。そして北海道ではその真冬だけのイベントが、女川では一年中楽しめるものになりました。夜道の明かりというのが本当ないんです。だからその子どもたちが、高校生が駅から帰ってくる仮設住宅までの道のりに灯す、商店街に灯す、そして災害復興住宅に灯す。今では女川にとってとてもなくてはならないものとなっています。そしてもう一つ、こちら見てください。木の椅子です。これは北海道の東川町とのつながりからできたものです。輝く望みの椅子と書いて希望の椅子と呼びます。多分あーってご存知だ、あ、知ってるよっていう方もいらっしゃると思います。そう、北海道では君の椅子プロジェクトとして馴染みがあると思うんです。これがどうして女川にやってきたか。君の椅子プロジェクトっていうのはもともと東川町で子どもが生まれた喜びとかを町全体で分かち合おうよ、子どもの成長をみんなで見守ろうよっていうことで生まれたものです。それは女川でも受け継ぎたいなと思っています。で、2006年に始まった東川町で始まった君の椅子プロジェクト、震災の当日岩手、宮城、福島3県では104人の子どもたちが生まれました。子どもたちにも、この子たちにも届けられています。いやー、こんな素敵なことは女川でもしたいね。そして東川の協力を得て、昨年の4月から女川町でもプロジェクトとしてスタートしました。そして5月30日現在、32人女川で生まれた新たな命の子たちに届けられています。でも実はこれはもう一つの顔があります。ある時、町の交流館でおばあさんに会ったんです。はあ、全然町並みが変わっちゃって、山も木もどんどん削られて、生きるためだって言われてもね、悲しいんだって目にいっぱい涙をためて私に話しかけてきたんです。その時に私、実はね、その杉の木、この杉の木は切られた、伐採された杉の木からできたものです。だからその杉の木はね、こういうふうに希望の椅子として生まれ変わっているんだよと伝えました。そうするとおばあさんの顔はパーッと明るくなって、よかった、近所に赤ちゃん生まれたんだ、見に行かないとねって笑顔で帰ってかれたんです。女川ではもともと思い出が消えゆく風景を形として残そうということで、この希望の椅子が作られました。伐採される杉の木で作られました。でも作ってみたら、人々の心の支えに一番なっているものという一つになりました。いろいろなことが女川に入って4年順風満帆であったということは言えません。私はやっぱり外物なんです。だから地域の人と近くなれば近くなるほど嫌がられるんですね。でも逆に大切にされることもあります。そのきっかけは浜のお父ちゃんとお母ちゃんとの出会いです。この人たちの存在が今の私を作ってくれています。夕方になると必ず電話かメールが来るんです。もしもし、早坂ですって言うと、今日夕飯どこで食べるの？まだ決めてないんだけど、仕事中だから。じゃあうちで食べなさい。あ、また別な日になります。はい、もしもし、早坂です。今日どこでご飯食べるのさ。いや、〇〇さん家で。え？明日は？まだ決まってないよ。じゃあうちで食べなさい。ということで、私ほとんど夕食を一人で家で食べたことないんです。すると、あと希望の鐘商店街というのが女川に復興商店街としてあります。そこに私よく行くんですね。時間もなんか関係なくプラプラしてても楽しい商店街なんです。で、歩いていると、あんだいどこにいだ、タッパーにおかず入れたから持ってがいん、持っていきなさい。そしていただきます。するとこれが朝ごはんになるんです。この浜のお父ちゃんとお母ちゃんとのつながりは、ただ何気ない会話の中で今何が女川で問題になっているかということを気づかされるチャンスでもあります。そして私が次に何をしたいか、何ができるかではなく、何がしたいかということを考えるきっかけを与えてくれます。で、私ですね、こういう独特、浜の父ちゃんと母ちゃんとのつながりっていうのはなかなか難しいんですけれども、これ、東北の独特の習慣を生かしてます。それがおじゃっこのみです。おじゃっこのみっていうのは「はいこんにちは」って入っていって、大概の家で漬物、煮物、お菓子って用意してるので、お茶を飲みに行く、世間話をしに行く、暇な時はおじいちゃんおばあちゃん1日で34軒ふーって回ります。いつでも来てもいいように用意してあるんです。そういうようなことを私は女川にて何も知らないですから、情報収集のため、そして地域の風土を知るために避難所時代から行ってきました。すると1日でなんですけども、7個もシュークリームいただいたことがあるんですね。某コンビニで新製品、某お菓子屋さんで新製品、支援でいただいたから、あなたが来るっていうから取っておいたの。結構きつかったんです。おかげで女川に入って14キロも増えました。戻らないんです。でもその母さんたちとの関係はとっても大事。そしてポイントは、その関係性を縮めるのには5つのポイントがあるんです。まず笑顔で近づくこと、何にも知らないから教えてねと頼ること、共通点を見出すこと、そしてひたすら聞き役に回ること。で、最も重要なのがたまに喧嘩をすることです。お客さんとは絶対しないことですよね。近くになるからこそ「あんた腹立つ!」って言われても、怒られても、次の日には「昨日ごめんね」って言って仲直りになるんです。浜の母さんたちが私を家族だと言ってくれる、そういうことがあるから踏ん張れるんですね。たまに困る時もあるんです。浜の母さんたちは私を娘って呼ぶ時があるんですね。それも気づきました、最近。それは悪いことではないんですけれども、ただちょっと困るんです。ただ困るというか、悪いことではないんですけれども、ただ他の人に私を紹介する時に「うちの娘なの、面倒な子だけどなんとか育てあげました」ってさらって言うんですね。それを他に支援に来た、東京からだ、福岡からだ、いろんな支援の人が来てくださいます。その時に疑問に思うんですよね。なんか至る所で早坂さんを娘っていう人がいるんですけども、本当のお母さんってどの人ですか？だから私きっぱり言うんですね。私ね、北海道の人間なの、血のつながりもなければ嫁でもないのよ、というと皆さんに衝撃が走るみたいなんですね。そういった方たちを守っていきたい、家族を守っていきたいと思ったら、この町がどんな状態にあっても面白いと感じることがあると思います。9割破壊された町が楽しいと思えるわけ。そのポイントは先ほども言いましたが、何もなくなったから何でもできるねという発想、そしてそこには町民が思っている意識の転換、その宝というのが発想の転換をする、そしてそれが実際に動き出しているというのが女川の強みであり、浜の父さん母さんの家族、いろいろな方が来た時に家族として対応できるものがあるからだと思います。拙い話でしたが、ご清聴ありがとうございました。